はい、今回ご紹介させていただくのは、弊社オリジナル国産キワヤの、ホンジュラスマホガニーを、ボディに用いた、極上モデルですね。KPC-5M のマザーオブパール白蝶貝ですね。を、装飾にあしらった、モデル、MOP モデルですね。をご紹介させていただきます。先にですね、こちらのモデルのアバロン貝を装飾に用いたモデルをご紹介させていただいたんですが、白蝶貝をですね、このロゼッタですとかパーフリングポジションマークとかにですね、用いたモデルとなっております。同じこう白蝶貝を用いたモデルがソプラノコンサートテナとありまして、こちらがコンサートサイズになりまして、こちらはソプラノサイズになりますね。以前動画でも紹介させていただきましたが、こちらテナーサイズになりますね。これら全てボディにホンジュラスマホガニを用いて、で装飾はマザーオブパール白蝶貝を用いたモデルになっております。このモデルがこう同時に3本揃ってるってことがあまりないので、ちょっとこの機会に紹介させていただきます。今回はこちらのコンサートモデルを紹介させていただきますね。まあ、お伝えした通りですね、ボディにはホンジュラスマホガニをですね、用いております。目がしっかり詰まったいいマホガニをですね、用いておりますね。なかなか美しい感じですね。ヘッドロゴにもですね、実は白蝶貝を用いていて、ヘッドロゴ、ポジションマーク、もうこの装飾全部白蝶貝っていうモデルにはなります。ペグは、五等星 UPT を用いていて、でネックもマホガニーですね。指板とブリッジはエボニー材ですね。でバインディングはですね、メイプル材を用いておりますね。まあ、限られた材しか全体的に使ってないので、まあ、結構シンプルな、シックな全体の仕上がりになってますね。コンサートモデルのサウンドはですね、ソプラノよりも結構こう音量感があって、テナーよりも膨らみすぎないっていう、まあ、中間サイズって意味での、まあ、良さがやっぱありますよね。コンサートはすごい使いやすいんじゃないかなと思いますね。こちらがソプラノモデルですね。KPS-5M の、マザーオブパールモデルですね。やっぱりこうソプラノらしいポコポコしたニュアンスながらも非常によく響くモデルですね。国産キワヤのソプラノサイズもめちゃめちゃ優秀なんですよ。で、こちらがテナーモデルになりますね。KPT-5ME マザーオブパールモデルですね。まあ、やっぱり一番音量感もあって迫力のあるサウンドですね。全て同じ材ですけれども、サイズの違いによるこう音の響きの違いっていうのが、この3つはものすごく違うかなっていうところは 感じるんですけれども、ここはまあ本当好みですね。どのサイズも本当に良さがあるので、ちょっとここは迷っちゃうかもしれないですね。まあ、ただ結構自身に合ったサイズを選んだ方がいいんじゃないかなとは思いますけれども、この比較はぜひしてみてほしいですね。はい。まあ、コンサートは本当にどちらの成分もこう含んでるような感じで、まあ、やっぱコンサートサイズ人気のサイズなのでやっぱいいですよね。こちらがまあアバロンモデルですね。KPC-5M のアバロンを採用した方ですね。まあ、ポジションマークもアバロンだったりするので、まあ、ここはもう本当に装飾の違いだけではありますけれども、こっちのモデルもおすすめですね。こちらがですね、ホンジュラスマホガニじゃなくてアフリカンマホガニを用いた 5M のシリーズに比べたらお手頃な、KPC-1M になりますね。5M と比べると、なんか音の感じはちょっとだいぶ優しい感じではありますけども、ただこの KPC-1M はめちゃくちゃ人気ですごく優秀なモデルですので、まあ 5M は結構値段がまあ比較的高めなので、このモデルでも十分遊べるかなとは思います。まあ、ただ、まあ、何気なくこう比較してますけれども、 5M めちゃくちゃ音いいので、 KPC-1M と比べると、もう明らかなこう音の響き方の違いっていうのはやっぱありますね。こっちの方がやっぱいい感じに出てます。ホンジュラスマホガニーをですね、用いたこのコンサートモデル、白蝶貝をあしらっておりますね。この、まあ、デザインとか外観が
気に入っていただいた方はですね、ぜひぜひご検討いただければと思いますし、まあ、いろんなこうサイズのラインナップもありますので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。